はい、こんにちは。今日から始める Windows 10です。今回は前回の続きから説明していきます。みんなの筆用の印刷方法を見ていきたいと思います。で、この画面の下にある印刷をクリックすると、はい、このような画面が表示されると。で、このネットプリントっていうのは印刷専門の業者で注文するっていう形になります。で、その右側、コンビニプリントは自分でコンビニで印刷するっていう形になります。この2つに関しては、どちらかやりやすい方を選択すればよいかと思います。で、今回、自宅で印刷するっていう形なんですが、この左下にある自宅で印刷する、これをクリックしていくんですが、その前に初心者向けに、一番重要なことを説明しておきます。みんなの筆用において自宅で印刷する場合、拡張子が PDF になります。なので、拡張子が PDF なので、その方法、印刷する方法をこの後説明していくんですが、そのためには Adobe Reader っていうソフトをインストールします。で、そういったことが煩わしい、難しいっていう方はもう、自宅で印刷するんではなく、ネットプリントで注文するのが一番簡単な方法です。ただし、あくまでもこの無料版のみんなの筆を使っているからそういう形になります。自宅で印刷する場合はあくまでも拡張子が PDF になると。PDF で印刷する方法を見ていきたいと思います。自宅で印刷したい場合は、この左下にある自宅で印刷、これをクリックします。そうすると、このような画面が表示されるので、ここにダウンロードって2つあります。これをクリックしていきます。このダウンロードをクリックと。たら、このように PDF として保存されます。同じく、住所録もクリックします。たら、このように住所録 PDF として保存されます。で、この画面はもう必要ないんで閉じておきます。で、エクスプローラーを開きます。で、保存した場所を開く。なら、このように、デザインと住所録の PDF がある。で、今見てもらうと、この画面ですね。これは、Windows 標準の規定値で、Microsoft Edge で、この PDF を開くようになっています。実際にダブルクリックしてみます。住所録を開くと、このように Microsoft Edge のブラウザーで表示するようになっています。このブラウザーから印刷すれば OK っていうことになります。ですが、この動画を見ている方、すべての方が必ず同じソフトを使っているとは限らないので、今回は同じ操作方法ができるように同じソフトを使って説明していきます。Adobe 製品の Acrobat Reader。完全無料版のソフトを入れて、それを使って印刷する方法を説明していきます。検索サイトでこのようにアクロバットって入れると、ここに Adobe Acrobat Reader ダウンロード無料 Windows って出るんで、これをクリックします。ならこのように表示されます。この画面が見つからないっていう方のために、私のブログの方で、この公式サイトのページをリンクしておきます。そちらから確認できるかと思います。で、この画面が出たら、そのまま左の下、このチェックを外します。同じく真ん中のこのチェック2つを外します。で、そのまま下げて、ここにアクロバットリーダーをダウンロードってあります。これをクリックしていきます。で、この右側の体験版っていうところ、これはクリックしないようにします。こちらをクリックしていきます。では、クリック。ならこのように初期化中って出ます。ここは少し待つ必要があります。ならここダウンロードされました。で、この場合、最小化しておきます。で、このようにダウンロード先を開くと、今ダウンロードしたアクロバットリーダーがあります。これは完全無料版です。安心して使用できます。この状態でこのアクロバットリーダーをインストールしていきます。なら作業が開始されます。はい、作業が完了したらこの画面が出て、ここに終了ってあります。
で、その時にここにチェックがあります。必ずこのチェックは外してください。これ大きく違います。チェックを外して終了をすると。では、クリック。そうすると、このようにまた広告画面が表示されるんで、これは閉じておきます。で、エクスプローラーもう一回開きます。先ほどとこちらのアイコンが変わっているのが確認できるかと思います。これは規定値で、今後は PDF を開くのが Adobe Reader っていうふうになったってことを表しています。まあ、これに関しては設定からまた元に戻すことはできます。PDF を開いて印刷するソフトがいろいろ違うので、今回はこのように同じソフトを使って印刷する方法を説明していきます。では、そのままですね、このデザインを開きます。ここまでできたらこれを開くと。なら、このように表示されます。で、これ大きいので、このマイナスのところで小さくします。ツアーを開始って操作画面の説明が出るんですが、これはバツボタンを閉じます。で、今この状態にして、あとはこの左上にあるこのプリンターのアイコンをクリックと。で、このような画面が出ます。プリンターの設定画面が出ます。それで大きくします。ここ今いきなり PDF になってますけど、ここが皆さんの環境であれば、プリンターの機種名、エプソンとかキヤノンの、そういった機種名になっているかと思います。そこを確認して、次、プロパティをクリックします。で、その中に必ずハガキってあるんで、ハガキを選択すると。で、縦横を選択して、この縦横を選択して、グラフィック設定解像度のところ、300ぐらいにしておきます。で、OK をクリックすると。そうすると、この右側の部分がハガキの設定のサイズになって、綺麗に合ってるかと思います。で、うまくいかない場合、この下の一番 PDF のページサイズに合わせて用紙を選択。これにチェックを入れても OK です。まあ、今回、正常にも設定できてるんで、このまま進めていきます。うまくいかない人は、ここのチェックを入れれば良いかと思います。で、こちらも、縦か横を選択すると。まあ、今回自動にしておきます。で、できたら、あとは印刷ボタンをクリックするだけです。これで年賀状に印刷できます。非常に簡単です。これ閉じておきます。で、次、もう一つ住所録の方も開きます。で、こちらも大きいんで、ちょっと小さくしておきます。なら、これ15枚分ずっとあるんで、同じように印刷ボタンをクリックすると。なら、このように出るんで、そのまま印刷をクリックすると。これで PDF の印刷は正常にできるかと思います。あくまでも初心者さん向けに、PDF の印刷が初めての方、PDF の印刷ソフトがないっていう方は、この Adobe Reader を入れて印刷する方法が良いっていうことになります。はい、今回の説明は以上になります。有料版のフデオと無料版のフデオ、特に印刷の違いがあると。また、インターネット接続が常に必要か必要でないか、そういった違いがあります。これに関しては、どちらがいいかは自分で判断して使用すれば良いかと思います。では、またチャンネル登録よろしくお願いいたします。